鳥犬。ひどい暑さですね。海に行きたいところですけど、海に行ったらですね、熱中症でやられちゃうらしいですね。これまたいかに。お金持ちの夫婦がですね、ハワイに行ってたみたいなんですよ。夏場にハワイに行く意味は何って聞いたんですけど、いや確かにないよね。で、何食べたのって聞いたら、日本食って言うんですよ。ハワイのラーメン美味しかったそうでございます。はい、武器の使い方からいただきました。ありがとうございます。うちのチャンネル初、外国の方からですねコメントいただきました。アディオンマヤブさん。アレックス is beast. If I see him coming at me, even if I have AK-47, I could just drop it and run. アレックスは獣だよ。たとえ強い銃を持っていたとしても、彼が私に向かってくるのを見たら、私はそれを落として逃げるでしょう。まあそうですね。アレックスとあの後柔道をやったんですよ。柔道では負けませんでしたが、フィジカルで負けましたね。うちの先生、柔道5段の方なんですけど、やられてましたね。抑え込みするじゃないですか。抑え込みをするとですね、僕の体を抱えてですね、くるんってひっくり返すんですよ。恐ろしい男ですね、彼は。はい、次、パトラッシュさんですね。アルペン良平来たということで、ありがとうございます。ガチモンでございます。いろいろ旅するのが好きらしくって、フランス人らしいですね。今度私、ご縁あってカンボジア行くことになったんですけれども、カンボジア行くってシャレで話したらですね、行くよ、絶対行くよって。もちろん旅費は私持ちでございます。ボディーガードとして一緒に来てもらえますかね。はい。はい、サットさん、面白かつ参考になる動画をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。現代のさすまたは話に聞いてましたが、本当に役に立たない。本当のさすまたってこういう武器なんです。身動きしたら体に針が刺さるようになってるんですね。犯人を無傷で捕らえるための武器みたいな扱いになってるんですけども、さすまたは本当はそうじゃないんですよね。殺すと書いてやるための武器だったんですね。はい、田村装備開発のチャンネルで見ましたが、手近なものでは傘も良いみたいですね。はい、とりあえず長い棒だったら割と何でもいいです。力がですね1点に集中しますんで、グッとされるとですねひるみます。とにかく酒の尖ったもの、グッと押せるものがあればすごくベストですね。はい、運転士ご新さん、動画のリクエストをくださった方ですね、ありがとうございます。さすまたの広い方で相手のすねを狙って突き続けるのを試していただくとありがたいです。あとですね、すねを狙ってもですね全く効きません。本当に痛くないです。これ本当に保証いたします。操術の応用で突くより早く引いて連打できる方法です。引く時に足を払う方法にも使えないのかなって研究中です。この方はまあ武道とか剣道とかやってらっしゃる方なんでしょうかね。実際に試して常にアップデートしていただける方と思いましたので、チャンネル登録させていただきました。よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。で、我々はですね本当に護身のためにやっておりますので、不審者から子供を守る、明日から使える護身術みたいなのが欲しいんですね。スタン、バトンとかですね、盾、催涙弾付きでございまして、プシューとやるとですね、こうカプサイシンパウダーってやつですか、それがボーッとこう犯人の方に行くようになっております。まあ、他にもですね隠し玉が何個かうちの保育園にはございましてですね、犯人が無事生きて帰るなんて夢夢思えない、まあ、そんなことになっております。はい、ただこさん、ありがとうございます。専務かっこいいですねというこんなコメントをですねいただいたのですね初めてでございます。ありがとうございます。アレックスよりかっこよかったですか、どうですか。アレックスはですね今23歳の彼女をマッチングアプリで捕まえたらしいです。羨ましいですね。ムカつきますね。すごいですね。畜生ですね。僕も23歳の彼女、いやそんな感じでもなくてもいいですよ、田所さんでもいいですよ。はい、女子マウントとはからいただきました。ありがとうございます。サットさん、おごらないのは分け与えることが女子の中で位が高いことになるからというのは目から鱗でした。男女間ではなんとなく理解してましたが、女子同士もそうなんですね。おごる方が女子の中では位が低いんですよ。男の人はですねうまくしたもんで、おごる方がですね立場上なんですよ。ところが女子同士だと、こう私と付き合いたいからおごるんでしょっていう感じになっちゃって変な感じになるんですね。男がなぜ女子におごらないといけないのかっていうお話があったじゃないですか。あれはですね男の立場から見ると自分の立場を上げてるつもり、女の立場からすると、あ、私に貢ぐ地位の低いオスが私のもとにやってきたんだなっていう、まあ、そういう認識になるんでございますね。その地位の低いオスと、さあ
交尾してやってもいいかどうかをこれから見定めようかという、まあ、儀式なんでございますね。すごくうまくできてるな私は思うわけでございますね。女子の仕組みを知れば知るほどですね、なるべく若い女と関わらないで生きていく方が安全だなと思う次第でございますよ。はい、次、星野ぬこさん。勝ち負け以外のところで価値を見出さないと女子マウントは無限地獄につながる気がします。はい、その通りでございます。しかしですね、無限地獄にはまってるんですよ皆さん。男子はですね、割とそこじゃないんですよね。とりあえず出世はしたいなみたいな、こう人に溺れる身分になってみたいなみたいなこと思うんですけど、割と単純なんですよね。が女子はですね、男子的な社会と女子的な社会の複雑系で生きておりましてですね、この泥沼にはまりますとですね、まあ、一筋縄では生きていけないようになっております。なので女子はとにかくちょっと私がとか言い始めると簡単に不幸になれる気がしますね。恐ろしい。はい、水上さんありがとうございます。めんどくさ、女子めんどくさ、これだったら一生モテないままでも良いかもしれません。でも一人は寂しいということでございまして、まあ水上さんは、ね、結構稼いでいらっしゃるんですけど、僕と同じコミュ障でございまして、どうでしょう水上さん、マッチングアプリしてみませんか。次、田中博義さん。この女子マウントは生物的な女子ではなく精神的な女子のものですね。人間は精神的に男子から女子のグラデーションの間に位置してます。男でもマウント取る人間がいるし、女子でマウントを取らない人間も少数います。前置きが長くなりました。この女子マウントが暴走してると言えるのは相手が上かどうか全く考えてないということですね。一応高学歴の末席に入れる私ですが、下の学歴の方からマウントを取られることが少なからずあります。大学院修了している私が学卒にマウント取られるのですから、地獄絵図としか言えないです。そうですね、この本のは序列を作るものではなく、自分の分け前を増やすために誰かを排除する類のものだと思います。狩猟生活の頃の本能が残っているというより、有能なオスを独占するために他のメスを排除する本能のように思えます。この女子マウントのために女子だけは、お互いに排除してコミュニティ男性から見ればハーレムを形成できなくなってるのですから、さすがですね田中博之さん、簡単な話をとても難しく言ってくださるそうですね、イメージなんですよね。こう実質よりもイメージ、論理より感情、そんな感じで生きてる社会で、しかもですね、俺慶応だからみたいなこと言ってる人も割と持ってる側が、まあ、そうでないと思ってる人間にマウント取るのは知識不足とか世の中知らないからなんですよね。もう陰ですごい笑われてるんですよね。あの笑っていらっしゃるの田中さんも同じだと思うんですよ。田ぬかなさんっていう方が動画上げてるんで見てほしいんですけれども、海に行ってる写真とか見せて、こんな写真をしてるのはですね、自分が不幸っぽいって思われたくないからなんですよね。こうじゃなかった自分っていうもののですね、裏返しだったりとかするんですよね。まあ、でそういうのに付き合うとですね、世の中がですね、めんどくさくなっちゃうんで、田中さんはですね、同じオタクで研究肌のですね、私ともちもちされたらよろしいんじゃないでしょうか。はい、政府税調飯田先生との動画からいただきました。ありがとうございます。沢田博さん、増税する目的のために少し無理な理屈を話すこと、ポジショントークは今後拡大傾向になると思います。豊洲問題、問題ないにもかかわらず永遠と誹謗中傷が続いた。森友問題、全く関係ないのに永遠と誹謗中傷以下略。賭け問題以下略。桜を見る会以下略。コロナ騒動以下略。首相暗殺事件、最悪でしたね。教育問題、専務が前に話されているように勉強できるかどうかは遺伝的な要素が強いにもかかわらず、教育関係者はそのことを一切話さず自分たちのポジショントークに終始した。はい、気候変動、これはもういろいろ微妙な話なんで、真実はみんな知ってるんですよね。そんなことしても無駄だろうっていう。はい、現実問題として妥当性のある話をするより、かなり問題ある話の方が支持者の拡大には有効であるように思える。なんか問題ありますっていう方がですね、感情に揺さぶってくるんですよね。全然これからも問題なくいけます。もうあなたは明日あなたの地位を失うことになります。あなたは明日死んでしまうかも。どうするんですか、どうしたらいいんですかっていうとですね、こう感情を揺さぶるわけですよね。感情を揺さぶられるとですね、騙されるバカが一定数いるんですよね。あの何も問題ありませんよっていう人よりもふーんっていう話じゃないですか。問題があります、それを私が解決しますっていう人の方がリーダーシップあるように思えちゃうんですよね。残念ながら
そういうことなんですよ。人間はですね、ストレスなしには生きていけない生物なので、どこか何かのストレスを求めてしまうんですね。吐け口ってやつです。それをどうすればいいんですかっていう話なんですが、正しい情報を発信していくしかないんですけど、正しい情報って割と数字のデータとかを元に話するんで、聞いてくれなかったりとかするんですよね。おっさんが多いとですね、この動画の再生ボタンすらも押してくれないということでございます。ママリエさん、中里先生って大学で授業を受けたんですが、財務省面白くないから大学教授になったけどあんまり儲からないって言ってて、すごく嫌なやつでした。中里実、政府自衛庁の会長でございますね。東大名誉教授ですから、すごいですね。ママさんは東大卒なんでございますね。かっこいい。飯田先生も言われてるんですけれども、まあ政府自衛庁という狭いサイクルの中で派手な意見を言ってる人の方が目立てるみたいなのがあるんでしょうね。派手な意見を言って目立ったから政府税調の会長にまでなったということでございますね。まあふざけてるやつですわ。こういうやつがいるからですね、日本よくなんないんですよね。学者バカってやつですね。しかしですね、まあ一応あの政府税調と自民党の税調は違いまして、自民党の税調はまあ一応こいつなんですけど、あのこちらの方 SM 宮沢で宮沢先生ですね、はい、こちらの方が言ってましたけど、サラリーマン増税なんてやる気はない、増税するとしても2025年度からだみたいなことを言ってましたけれどもですね、まあやらないでしょうね。岸田さんもとにかく何もしたくない人ですから、世の中ってですよ、何かやりたいやつよりも何もやりたくないやつの方が強いんですよ。何かやりたい人間ってあちこちにですね、人にお願いしないといけないじゃないですか。そうするといわゆるしがらみってやつが生まれていくんですよ。何もしたくないやつってね、お願いされる立場だからむっちゃ強いんですよ。だから岸田さんはとても意外と強い政権なのかもしれない。あいつ何もする気ないから。はい、パトラッシュさん、投げ銭1000円ありがとうございます。本当にありがとうございます。そしてこの投げ銭1000円にですね、パトラッシュさんがコメントしてあります。価格909円、消費税91円。消費税取るんかいっていうことで、はい、取るみたいでございます。ありがとうございます。てなところでですね、水分補給はしっかりやってくださいね。ちなみにですね、あの熱中症対策は水分補給することだって言ってる方がおられますけど、全く違います。熱中症対策はですね、涼しいところに行くことです。日傘や帽子などを使ってください。セムでした。